えー住空間デザインというのはですね建築とかインテリアデザインそれから住居えそういった学問の分野の中でもう少しこう暮らしの生活者の目線でですねこういった分野を考えていくというそういうことですね皆さんもこういう家とかマンションそれから学校とか駅とかこういう建築インテリアの空間毎日親しんでると思うんですけども皆さんはそういう空間の中で 好きな居場所自分のこう居心地いいなという感じる場所ってありますでしょうかね自分の家だけじゃなくてえ教室の片隅でもいいです駅のベンチでもいいです公園でもいいそういう居場所についてちょっと想像してみてください想像してみるとこういろんな情景が目に浮かんでくるんですけどもこういう情景というのはこう心に残る景色や場面のことですえこういう暮らしの中でいろんな情景があるんですけども やはりただ、そのハードウェアとしての建築とか空間というものを作っていくだけではなくてその中にいろんなシーン、場面をこう想定しながら空間を考えていく例えば、椅子とテーブルの上にこういうチョコレートケーキが載っていてでろうそくをつけるために少し部屋を暗くしてでそこに自分の好きな仲間がいてこういう感じの情景を思い浮かべながらじゃあ 今とかダイニングテーブルの周りの空間というものを考えていく、えー、食べたり、それから学んだり働いたり遊んだりくつろいだり寝たり、まあ、例えばですけどもこういったさまざまな暮らしの情景こういったものに寄り添って空間というものをデザインしていく考えていくということがこれからますます必要になっていく。それを 物語を作るという視点で考えていいいきたい物語というのはこうストーリーという英語がありますけれどももう一つナラティブということがあるこれはもう少しこう時間に沿ってですね物が語られていく朗読によって語られていく物語のことなんですけれども例えば空間の中をこう人が入って歩いていくとこう光とか音とかですねいろんな匂いとか床壁天井のいろんな素材であったり高さとか大きさの違い こういったものが空間にいろんなこうストーリー影響をこう与えてくるんですねで私たちはまあそういう中にこう意外性であったり偶然性であったりなんか驚きとか喜びとか発見ねそういったものにこう気づいていくうそういうことが必要だというふうに考えているんですでこの重空間デザインをやはりあの勉強するためにですねえ大事な能力3つ挙げてみました一つは気づく力 ね、物事、世の中の環境が今どういう状況かということを気づくとか逆にいい例、ね、これは素晴らしいから私の家に取り込もうとかそういう空間に対して気づくということが非常に大事になってくる二つ目は、えー、継続していくそれをとにかく良くしていこう、ね、より人々の生活にいいものにしていこうというために持続的に持久力が必要少しずつ変えていくという,そういう継続する力が大事だなと。 それから3つ目、人のための空間であるわけですから、これを人を思いながら、相手の立場に立って、この空間はどうあるべきかということを考えていく、そういう人を思う力、この3つですね、人間のこと、時間のこと、空間のこと、3つの間に関わることが重空間デザインということで、この世界、ぜひ皆さんの参加をお待ちしている。